猫の方がいいのかな。ねえ、これは？うわはい、それじゃあね、今日もみんなでバトルやっていきましょう。いちご食いたいさ。僕もいちご食べたいですね。あのいちごに練乳かかったやつめっちゃ美味しくない？それじゃあ今回のコース名もね、ちょっと英語でよく意味わかんなかったんですけど、ちょっと待って、投げないで待って、僕はねアイテム取っていきますよ皆さん。あ、これ上なんかある？ねえ、上なんかなんもないで、やっぱりねそうだろうと思いました。だいぶ時間ロスったな。ちょっと待って、え、なんこのラグさ。ちょっと待って、これさ、回線エラーになったらさ、レート下がるやつでしょ。ちょっと待ってくれ。あー、なるほど、なんとかさんがね、なんとかさんがギブアップしたんだね。多分回線落ちたんかな。よし、それじゃあこのまま渡っていきましょう。これ結構難しいよね。やっぱアイテム取っててよかったわ。ほらほらほらね、やった、一番じゃん今。オッケー、みんなやられたってことでしょう。で、これは右ね。よし、このまま渡っていこっか。めっちゃ速そう、あの2人で。ここの土管を入るときっとゴールだ。よし、それじゃあみんな待っておきますか。あ、待って、マリオ絶対それ攻撃してくるでしょ、絶対攻撃してくるでしょ。あ、してこなかったいやー優しいね、みんな激しいな主張が激しい。ザ・スカイ・ザ・リミットバーサス、これはいつものバトル用コースでしょう、きっと。これ絶対邪魔されるやつじゃん。邪魔されないように一番上に行こう。一番上ね、なんか邪魔されにくいと思うんですよ。ほらほらほら、で、ルイージみたいな人いるでしょ。ちょっと待って、ちょっと待って、ルイージ待って、ルイージ待って、やった待って、ルイージ後ろ来た、待って、マジでやめて、ルイージ、そういうのいいから。よし、あのルイージにはね、もう絶対負けませんから。オッケーオッケー、よし、ルイージまたボヨンボヨンしてるよし、次は下に行く。ここか、これ歩いていった方が良さそうだね。次は風、一番右に行こう。次右ね、よし、オッケー。あー早いな、あのキノピコめっちゃ早い。よし、これ右で左、次右、次はこっちか。ちょっと待って、よし、これはどうすればいいの。なるほど、こういうことね。キノピコ行ったかな、もう。あー、やっぱ行った、早いな、せめてゴールを。黒柳ピンコなんかつぼる、めちゃくちゃだなコース名、その割にアバターちゃんとしてるそれじゃあ今回は P スイッチを、あ、待って、ちょ、ビルダー、ビルダーちゃんと、あ、猫の方がいいのかな。ねえ、これは、うわちょっと待って、これ積んだ積んだ積んだ、スタートからやり直そう。ピンコ、ピンコちょっと待って、ピンコ、この前ツイッターで DM が来たんですよ。それはですね、どうやったらね、みんなでバトルで S プラスになれますかっていうね、DM だったんですけど、一番の近道は何だと思いますかね、 S プラスになれる一番の近道。まあ僕はちょっとね、やっぱ練習っていうか、まあとりあえずこのみんなでバトルをやり続けることだと思うんですよ。まあそうすればね、必然的に勝手に上手くなるもんね。なんこの面白そうなステージ曲もいい、曲もめっちゃいい。これキノコ取っていこう、よし、これ上ダメ、上ダメ、上でいいのかな。あー、なるほど、こっちダメなのか。よし、これ急いだらダメだ、このコース急いだらダメ、急いだらダメなのは分かってるけど、これジャンプして渡っていく。そしてこれもジャンプ、いや、このコースなんかスピーランっぽいね、めっちゃ面白い。で、このサボテンは怖いな。で、中間ポイント、ちょ待って、ちょマリオめっちゃ急いでる、マリオダメだよ、そんな急いだらマジで危ないから。よし、オッケー、やば、あのキノピコめっちゃ速くない？ジャンプジャンプ、ちょ待って、よし、キノピコ、キノピオ待って、一緒に行ったら遅れるから。よし、ここであのキノピオじゃない、キノピコ抜いたら結構すごいよね。それを頑張っていくぜこれむずい、あー、なるほど、そんな反則技があるの。よし、そして真ん中、え、キノピコマジで速い、やばい、これここ右に渡っていく、やった、ここで中間ポイント、待って、キノピコ、よし、ここ下に降りていく。そしてこれ上ね、
待って、なんで左に行った？ここ急いだらガリガリ当たりそう。落ち着いていこう。これは？ちょっと待って、これ怖っ、怖っめっちゃ怖っ。ここも右は、ん？これこうか。オッケーオッケーオッケー。うわ、ここ悔しい。でもめっちゃ楽しかったこのステージ。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。